QOL サービス出版の助け創刊号に掲載されているクローバーの花の作り方です。まず茎を作ります。緑の色画用紙の切れ端を使います。何枚か重ねて幅約8ミリぐらいに切っていってください。長さは10センチから15センチぐらいです。型紙をコピーして花の型紙の周りを切り取ります。これと同じ大きさの画用紙を用意して重ねてホッチキスで留めます。画用紙の厚さにもよりますが、一度に 2,3 枚重ねて切りましょう。これに黄緑のクレヨンで模様を描いていきます。下の方を1センチくらい折り返して茎を貼ると、壁面に貼った時に立体感が出ます。紙バネを使う方法もご紹介しましょう。これも手先の運動になります。残った茎を半分に切って、それを直角に貼り合わせます。それを交互に折り曲げていきます。最後は糊で貼って、紙バネの出来上がりです。これを花の真ん中に貼れば、壁面に貼った時に浮き上がって見えます。隙間用のスポンジテープがあればもっと簡単です。小さく切って裏に貼るだけで簡単に立体感が出せます。葉っぱと組み合わせて花が浮き上がるような感じに飾りましょう。